ゴミ箱にファイルを貯めておきたくない場合などは、ファイルを削除した瞬間に完全消去してしまう設定に変更しましょう。ゴミ箱を右クリックし、プロパティをクリックします。ゴミ箱にファイルを移動しないで、削除と同時にファイルを消去するを選択し、 適用、OK をクリックすれば設定は完了です実際のファイルで試してみましょうファイルを削除します。 完全削除のメッセージが確認できます。はいをクリックします。ゴミ箱に移動せずに消去されました。以上で、ファイルを完全に削除させる設定は終了です。